皆さんこんにちは。スノーボーダーの青木玲でーす。ジョイダンスの岡田でーす。さあ、若君。はい、オリンピック。オリンピック。すごいですね。やっておりますね。素晴らしい。昨日はスケートボードの女子、金銀でめっちゃかっこよかったっすねっていうお話させていただいたんですけども、オリンピックやってると、競技始まる前に、それぞれの国の国歌と、国歌を歌って、国旗がこう形容されるあるじゃないですか。ありますあります。日本の国歌は何ですか？国歌君が代。おお、君が代よく知ってんだよ。歌える？歌大丈夫、歌わなくて大丈夫。歌いますよ。はい、じゃあ日本の国旗は、はい、日本の国旗は、はい、日の丸。日の丸。日の丸。はい、はい、これ皆さんもちろんご存知だと思うんですよね、これじゃあ、いつ決まったか知ってる？いつですか？何年ぐらい前に、はい、日本の国歌は君が代だよ、日本の国旗は日の丸だよっていう風に何年ぐらい前に決まったと思う？へぇ、当てずっぽですけど。当てずっぽでいこう。東京オリンピック。東京オリンピックから3年ぐらい前のやつ。あ、ごめんなさい、そのもう一個前のやつね。もう一個前のやつね。そうするとまあ50年ぐらい、俺ら子供の時に、生まれた時にはもう決まってたろうなっていう感覚じゃないですか。小学校とかなんか運動会始まる時に歌ってみたりとかっていう感じ。実はこれ、はい、1999年です。あ、それ結構最近ですね。25年前。ええー。だから僕らが運動会で歌ってた時には、はい、僕はもう完全にまだ国歌じゃなかったんです。多分若もギリギリ国歌じゃないのね、25年だとね。っていう感じで、日本の国歌は君が代ですよ、日本の国旗は日の丸ですよっていうふうにきちんと決まったのが1999年で、それ以前は日本の国歌は決まってないです、はい、日本の国旗は決まってないですが、これ正解なんですって。へー、はいはい。だからそれ以前のオリンピックとかは国歌斉唱っていう風に日本のアナウンサー言うとめっちゃクレームがあったんだって。へー。だから日本の場合は君が代よ斉唱を日の丸慶応っていう言い方をしてたんですって。はいはいはい、すごい。っていうオリンピックに関する雑学で本日始まりました。よろしくお願いいたします。じゃあ本日スノーボードのお話、はい、今日もしていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、今日紹介するものは何でしょう。はい、リラックスの新型エアリスでございます。エアリスでございます。エアリスっていうこのディラックスのブーツは前からあったんですけれども、これが結構大きな感じで、もうフルモデルチェンジって言ってもいいぐらい、はい、履いてるフィーリングとか変わってきたので、これを実際我が君の方から紹介していただきたいなと思いまして、はい、昨日のディーモンプロに引き続き、本日はエアリスディラックスのブーツシリーズになります、はい。じゃあ、はい、エアリス、まずどんなブーツですか？はい、まず、エアリスは、はい、ここにですね、はい、KB って書いてある。KB、はい、ケビン・バックストローム、はい、知ってますもん、これ、はい。言うとね、口が気持ちいいんですよ。ケビン・バックストロームっすよ、はい。口が気持ちいいんで僕思いました、これ。この、まあ、代表的なライダー、はい、バックストロームの、まあ、シグネチャーブーツとして、去年からエアリスというモデルがリリースされたんですけども、はい、今季アップグレードした点が、うん、カフカットっていうスリット、うんうんですね、はい、この線みたいな部分が入ってます。ここが下の部分ブーツロアーって言って、この部分アッパーって言うんですけども、これが一連でつながってるパターンもあれば、今紹介したようにこのカフカットというちょっと切れ目が入ってるっていうブーツがあります、うん、それとロアーとアッパーが別々の感じなんだねっていうふうにどんどん感覚としてはなっていくんですよね、うん、そうですね、そうですね、はい、DX だとこのカフカットが入ったブーツっていうのは、はい、KB とあと、はい、アースインアースリン。おー、アースリン。はい。このモデルぐらいしかないので。なるほど。非常にこう、カフカットモデルっていうのはディラックスの中だと珍しい。うん。はい。ブーツとなっております。そして、はい、今言ったように、去年からエアリスがあって、2年目 ?3 年目、2年目です。2年目で、はい、もうモデルチェンジしてくるってことは、はい、だいぶ仕上がりが良かったんだろうね。そうですね、うん、そうですね。うわ、この方がいいじゃんっていうふうにすぐなったんだろうなっていうふうに、まあそれだけでも感じるんだなっていう、感じたなっていうふうに思ったんですけども、このカフカット入ることによって、フレックスが一定で保てるんですね、うん、前の足首が曲がる方向のフレックスっていうのが、まあ、例えばこう初回から、うん、数十回使った時でもある程度のこのフレックスのパターンっていうのが変わらないっていうのが特徴としてあります、うん、これが下からつながってると初めは硬いんだけど、どんどんそれが、馴染んでいく、柔らかくなっていきやすいねっていうところを、あらかじめ切れ目を入れておくことによって、その可動域っていうものをそもそももうしっかりと作ってあげてるので、ブーツがこう極端に柔らかくなっていくっていうことを感じづらいですよ、長持ちするブーツですよっていうような言い方でもいいですかね。じゃあ、そうですね、そうです、はい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 、になってるので、こう履き出しからまあ非常にこう曲げやすくて、なるほど、初めから曲げやすい、
ブーツを潰して、はいはい、足首に使いたい方とか、はいはいはい、まあ非常にこう効果的なこのカフカットという機能になっているので、うん、なるほど、柔軟にも使えるし、しっかりと締め上げてあげれば、うん、まあ、ハードにも使える、頼ることもできるといったブーツとなっております。そうそう、こいつのケビン・バックストロームみたいにビッグマウンテンのパウダーの中にキックだけ作ってバーンって飛んでぐるぐるってやって着地してっていう大きなジャンプ、ハイスピードでの大きなジャンプとパウダーでの着地とみたいなのが両立しやすくなってるっていう、はい、まあ、彼の滑りを見れば一目瞭然っていうブーツでございますね。そうですね、そうですね、なるほど、非常にこうバネになる、はい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 、はい、戻るバネかも。そうですね、なるほどね。スプリングとしても、まあ、跳躍もいいし、はい、しっかりとした吸収もできる、なるほど、まあ、前回紹介したディーモンプロと同じで、うん、この新型のアウトソールを搭載しているので、はい、ちょっと薄くて硬くて角が少し滑らかになっていることによって、うん、こういうふうに動かしやすい、動きやすいよっていうのがこのソールの特徴になりますね。非常にこう前回はあのお伝えできなかった点でいくと、この黒い部分と、はい、黒い部分と白い部分、これは分かりやすい、はいはい、で硬さが違うんですね、うん、はいはいはい、黒いところがちょっと硬い、めっちゃ硬い、ここだけ、はい、で白いところはちょっと、おお、すごい柔軟性がある、これね、触ればすぐ分かります、うん、うん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 、面白いこれ。で C っていうと、はい、ここがキャンバーしてる、おお、ちょっとこう、裏から見ると少しこうえぐってあるみたいな感じですかね。そうですね、はい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 、この足裏自体が硬さ変えてるのと、うん、ちょっとこうインソール的な効果、うん、少し真っ平らよりは少しこうやって持ち上がってるような感じですよね、うん、うんうんうん、でこう足入れた時のホールド感っていうのが非常に良くて、はい、土踏まずに向けてのホールド感が出るね、じゃあね、そう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 、おおおおおおっていったこうアウトソールの特徴があるのが、うん、このエアリスと前回紹介した D モードで、なるほど、足裏も気にしてるなっていう方、足のフィーリングなんかも大事にしてる、まあ、パウダーとかする方にも非常にこうおすすめのブーツとなっております、ね、なるほど、じゃあ結構スピードつけてパウダー滑るとか、あとはアセツバーンでもグラトリやったりするよとか、うん、ちょっとフリーラン好きだけどたまにはパークも行くんだよみたいな足裏結構重視して滑るっていう方には非常におすすめしたいブーツっていうことでよろしいですかね、はい、そうですね、結構ID っていうモデルがあるんですけど、はい、ID っていう一番代表的なモデルかもしれないですね、ディライスのユーザーさんなんかには、はい、まあ、今度はこの KB ぜひ使ってもらいたい、なるほど、 ID 使ってた方が次 KB 使うと、うん、はい、おーっていう風にレベルアップとともにやっぱりシャドウだったりとかスピードだったりとかっていうのにどん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 対応しやすくなっていくよと、そんなようなステップアップモデルみたいな感じで考えてみてもいいですかね、はい、おすすめでございます、いいじゃないですか。でパッと見て特徴的なのがなんとここにファスナーついてて開くんですよこれ、うんうん、っていうふうに開くというか、どっちかというとこう閉まっていけるんですよっていうような感じのカバーがついてるんですね、うん、でこれは保温性、直接雪が1枚かぶることによって保温性が重視されるっていうのと、あとは春先なんか水が入ってくるってことがめっちゃ防げるようになっているっていう部分が僕は見て取れたんですけども、うん、大体合ってる、はい、合ってます。合ってる。合ってます。お、はい。あった、よかった。結構パウダーとか、うん、あとはこのアンクルストラップとかの擦れとかによって、うん、この紐の、うん、この辺が結構こうファサファサって、はいはいはい。ここね見てます。そうそう。ここの紐の部分がアンクルストラップで擦れたりとか、あとはリフトに乗ってて片足だと疲れるから要所後ろ足に板のっけとこってやった時にそのエッジがちょっと干渉しちゃって、うんうん、ブーツの紐がちょっとずつほつれていくみたいな感じがあったりするのをカバーシュッっていう風にしちゃうことによって全部この辺の問題をクリアできますよという風になっているのが、はい、これ初めてですか D ラックスだと。そうですね、うん、あの山のブーツ、山のブーツ、あ、そうかそうか、山のブーツ、はい、山のあのディレックスのフリーライドモデルにはあったんですけど、うん、なるほど、こうオールラウンドのモデルには初めて多分搭載されたんじゃないかなと思っております。山のブーツなんで本当にこうリュックしておって、うん、何だったらテント入れて雪山登っていく時の登りっていうものも重視したっていうようなモデルには搭載されてましたけれども、一般的にこうゲレンデでも楽しんでいこうぜっていうモデルの中では初めてのこのカバーが搭載されてるというところで、カフカットが入ってて、そういったカバーにもなっているので水があんまり浸透してこないよっていうことはブーツ自体が長持ちする、うん、そして紐が切れづらいよっていうのはブーツ自体が長持ちするそうですね、そんなところで長く長く履けるブーツとして、うん、このエリアスケビン・バックストロームモデルっていうのが来年新しくいろんな部分が変わってニューリリースされますので、うん、ぜひぜひチェックしてくださいという動画でよろしいですかね、はい、はい、非常にこう
僕もですね、はい、このケミバが好きなので、はい、今までもこう去年のブーツとかも履いてたんですけど、うんうん、まあ、新しくこうモデルチェンジしたので非常にこう気になるポイントが多くて、はい、まあ、足入れして試し履きした時なんかも、うん、こう柔軟性がありつつしっかりとホールドしてあげれば横の方向の強さもあるので、結構いろんなライディング、いろんなスタイルに、うん、まあ、対応してくれるブーツにさらに進化したんじゃないかなと思うので、ぜひこのモデルもですね、お店の方でチェックできますので、はい、よろしければお問い合わせいただけたら嬉しいです。嬉しいです。ちなみにこれブーツサイズいくつですか？これが 6.5 でございます。 26.5 のブーツだったらもうお店にあるので、はい、こう履いて、あ、こういう感じねっていうのはもう試せます、うん、で、もし 26.5 の D-LUX のブーツ前から履いてるよっていう人は自分のブーツ持ってきてもらってインナーだけ入れ替えると自分の足のフィット感に対してどういう風に締められるのかなっていう、うんうん、ところまでチェックできますもんね。そうですね、そうですね。そこまでしっかりチェックした後に、はい、よし、じゃあ気に入ったから買おうってなったら絶対にいいブーツが手に入る、間違いないんじゃないかなと思いますので、うん、そういったところで、今まだ 26.5 しかないですけども、ちょっとずつもう毎週のように少しずつですけどもね、うん、入ってきてるので、はい、いろんなブーツ、昨日紹介しましたディーモンプロなんかもちょっと気になってるから実際足入れしてみたいなっていう方、ただ足入れするだけだったらこのままでもいいですし、せっかく俺 D-LUX 持ってるからインナー俺の足型になってるやつを持ってるからっていうのだったらそれ持ってきていただいて、うん、インナー入れ替えて試すっていうのもぜひぜひ積極的に僕らはやっていければなと思ってますので、はい、そんな試し履きをしてしっかりとチェックしてからじゃあ買おうかなっていうところをお手伝いできればなと思いますので、はい、引き続きジョイントハウスよろしくお願いいたします。お願いします。そんな形で昨日に引き続き本日も D-LUX のブーツ紹介させていただきましたけれども、じゃあ最後はいつも通り若君、はい、お願いいたします。今日はい、元気よくいこうやっぱりですね、はい、僕も長年いろんなブーツ履いてきたんですけど、はい、足が痛いのは、うん、滑りたくないんです、ね、そうなんですよ足が痛いとか足がしびれるって、はい、足のストレス、足のトラブルはスノーボード行く回数がただただそれだけで減っちゃう、うんうん、はい、なので本当にこう足の悩みがないとさらにスノーボード楽しくなるし行く回数も増えるので、ぜひこの D-LUX の熱整形したことないなっていう方はですね、お気軽にお店の方に来てどんな感じなんだいって聞いてみてください。それではまたスノーボーダーのオッケーでした。トリタンスの馬鹿でした。